皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校3年生の社会化、働く人と私たちの暮らし、店で働く人、6時間目の内容です。今日も引き続き、スーパーマーケットの様子について学習します。教科書 72ページを開いてください教科書とノートを用意するといいですね今日はスーパーマーケットを見学して気づいたことから売り場や店の人などについて分かったことをまとめます今日の課題です今日も前回に引き続き同じ課題です スーパーマーケットの売り場はどのようになっているのでしょうか。教科書の資料73から74ページの折り込みのイラスト75ページの写真をお店の人の仕事とお店の様子に分けてまとめましょう。皆さんは スーパーマーケットの見学に行きましたか実際に見学をした時のメモも、参考にしてまとめると良いですね。ノートを用意しましょう。1. お店の人の仕事と書いてまとめましょう。ここで動画を止めて書いてみましょう。 かけましたか動画を見ながら大事なところだけメモしましょうアイリさんたちの発表を聞いてみましょう肉や魚を切って売り場に出しています総菜を作ったりワゴンで運んだりしています 困っている人がいたら、声をかけています。肉や野菜などを様々な量や大きさに分けて売っています。総菜売り場には、揚げ物、サラダ、おにぎりなど様々なものが売られています。 おにぎりだけでもたくさんの種類があります。お客さんが手に取りやすい並べ方をしています。つい飲みたくなるようにきれいに並んでいます。 衛生面に気をつけて、マスクや手袋、エプロンをつけています。ノートを用意しましょう。2. お店の様子と書いて、自分の意見をまとめましょう。ここで動画を止めて書いてみましょう。書けましたか 動画を見ながら大事なところだけメモしましょう。アイリさんたちの発表を聞いてみましょう。スーパーマーケットには子供からお年寄り、障害のある人など様々な人が買い物に来ていました。売り場の裏でもたくさんの人が働いていました。 大きな看板があると、お客さんが買い物をしやすいです。まとめスーパーマーケットでは、多くの品物を買うことができ、様々なところでたくさんの人が働いている。振り返り今日の振り返りをしましょう。これで。 茨城オンラインスタディ小学校3年生社会科働く人と私たちの暮らし店で働く人6時間目の内容を終わりにします。